悲しみの中にある時はアドバイスしようとする優しい人に話しちゃダメです。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。あなたの大切なご家族をはじめとするどなたか大切な方を亡くされた後に自分は何を考えてこれから生きていけばいいのかというね、こういったテーマでお話をしていきたいと思っております。これは非常にねデリケートなテーマなので、なるべく細かく慎重にですねお話をしていきたいと思っております。愛する人が亡くなれば亡くなってしまったという現実を受け入れるために心の葛藤が起きます。それはどんな葛藤なのか、その葛藤を抱えながら周りにいる人たちとどう付き合っていけばいいのか、そしてこれからの人生何を考えどうやって生きていけばいいのか。人はみんないつか死を迎えますよね。愛する人の死別は誰もが必ず経験する悲しい出来事の一つでございます。順を追って話を進めてまいります。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。愛する人との別れは突然にやってくることもあれば、例えば病気などで徐々に衰えていかれてお亡くなりになることもございます。人生の終焉には様々な形がございますよね。そのいずれの亡くなり方をされたとしても変わらないのが残された家族や愛する人たちの悲しみと寂しさです。心にぽっかりと大きな穴が開いて、当たり前だと思っていた日常の景色が一変してしまうものです。そんな景色を受け止めて、ゆっくりと傷ついた心を癒していきます。そこには時薬というようにね、時間がかかります。時間をかけて自分らしくまた前を向いて生きていかなきゃいけないのが残された私たちの課題であり試練でもあります。死別とは文字通り大切な人と死に別れることです。その悲しみは深くて誰しも悩み苦しい問題です。愛する人との別れは自分自身の一部を引き裂かれたような、そんな痛みを伴うようなものです。死別という出来事は亡くなった方よりも実は残されたものにとっての試練でもあるわけですよね。愛する人が亡くなった後は悲しみが押し寄せてきますけれども、お通夜、お葬式、火葬とね、そのお別れの式を手配したりとか喪主はやるべきことが多いので、悲しみに浸る時間すら与えられない状況になると思います。おまけに死別の悲しみを隠して周りに気を使わせないように振る舞う人もおられますけれども、まずはねこれ大事なところなんです。ご自分の心を守ることが最優先ですよ。そのためにもしっかりと悲しみに浸る時間を作ることが大切になってまいります。死別後は何より自分の気持ちや感情を優先されることを意識してもらいたいと思っております。それは結果的にですね、自分の心をしっかり保つためなんですよね。悲しくなって泣きたい時は思いっきり泣きましょう。それでいいと思います。先日ですね、お檀家さんでご葬儀がありまして、そこのお嫁さんが立派でした。本当にね、喪主である夫を支えるのは自分だ、その自分が悲しみの感情に浸っているわけにはいかないとね、覚悟を決めて、ご家族の皆さんから一歩引いたところから俯瞰してこの状況を整理しながらね、段取りを淡々とこなしていかれました。ご家族の前では涙一つ見せずにね、葬儀は無事終えられるように、家族が悲しみ浸ってきちんと最後のお別れができるように立派な式を務められました。そのお嫁さんが私の顔を見て、住職さんの顔を見たら自然と涙が溢れてきましたとおっしゃりね、初めて涙を流されました。いや、その時にね思いましたね。人は誰かに支えられて立つことができるのかもしれないなって。決してこれね依存ではなくてね、やりきってギリギリのところで誰かの支えが必要なんだと思います。通夜や葬式の時なんかはね、弔問に来られる方がたくさんおられますでしょ。そしたらね、次から次へとかけられるお悔やみの言葉や励ましの言葉を聞いてるだけで疲れてみたいとか、余計ね悲しくなったりするもんです。その言葉はね、それは落ち込んでいる自分を慰めようとね、かけてくださる言葉っていうことは分かっているのに、相手には全くね、そう悪気はない、その言葉に傷ついてしまってね、あんたなんかに私の気持ちが分かるわけはないなんて思ってね、人を避けるようになってしまうこともあると思います。極端な話になればね、あなたはまだ若いんだし、落ち着いたら次の人を見つけて再婚してもいいんじゃないのってね、他のパートナーを勧める人がいたりですとかね、相手の気持ちを考えればね、本当に考えればね、こういう言葉は言えませんよ普通ね。でもその相手にしてみたらね、なんとかこの人ね慰めたいなとかね、そういった優しい心からね励ましの言葉なんですよね。でもねずれてしまって、本当にね余計なお世話なんです。だからね、もしね寄り添おうと思われる方はね、何も言葉なんていらないんですよ。
そばにいてあげるだけでいいんです。また逆にね、自分が愛する人を亡くした当事者になった場合は、今の自分がどういう状態なのかね、わからないことが多いと思います。どう受け止めていいのか、これからどうやって生きていけばいいのか、こういう得体の知れない不安にね、押しつぶされそうになります。その波はね、たびたびやってまいりますよ。こういった負のエネルギーはね、自分の外側に向けられれば怒りの感情になりますし、逆にね、あの時私が気づいてあげればとかね、もっと話してあげればとかね、そういったね、自分の内側に向けられた時は罪悪感に変わることがあります。例えばそうですね、風邪をひいた時のことをね、ちょっと思い出してみていただきたいと思うんですけれども、熱が出てね、何をするにもだるいしね、気分が乗らなくてね、うつ病と感じてしまうこともあるんですけれども、これはね、自己肯定感が低くなって感じる倦怠感なんです。自己肯定感が揺らぐと、周囲を信じることができなくなってしまったりとか、周りの人からかけられる言葉が妙にね、薄っぺらく聞こえてしまってね、周りに家族や友達がいても自分一人だけの世界にいるような気持ちになってね、結果的に自分の居場所を失ってしまうこともございます。その時に脳裏をよぎるのが死生観なんですね。自分はどうして生まれてきたんだろうとかね、どうしてあの人だけ死ななければならなかったんだろうとかね、あの人は今どこにいるの、なんて理不尽なのとかね、そう思ってるうちにね、人によっては神も仏もあったもんじゃねえってね、一気に信仰心が冷めるような気持ちになることもあります。だから悲しみの時には、悲しみの感情をしっかりと表に出すことが自分の心を大事にすることになるんですよね。じゃあ誰に自分の悲しみを吐き出せばいいんでしょうか。どんな人だと思いますか。自分の悲しみの感情を受け止めきれない時、悲しみや嘆きの感情を吐き出す場所、吐き出す相手を間違っちゃいけません。悲しみの中にある時はアドバイスしようとする優しい人に話しちゃダメです。ちゃんと聞いてくれる、傾聴してくれる、そんな相手が近くにいない場合はですね、この過去動画でもご紹介したグリサポ富山のような組織でですね、傾聴専門にしている方を訪ねていかれるのもお勧めしますよ。それともう一つ知っておいていただきたいのが、記念日反応なるものがあるということですよね。特定の時期や特定の日になると気持ちが揺らいだりとか、体調不良になることがあります。でもこれはね、当たり前のね、ごく自然な感情の動きだってことをね、ぜひ知っておいていただきたいと思います。死別を受け止めた瞬間から、亡くなった愛する人との新たな関係が始まることになります。どうやって亡くなった人と向き合っていけばいいのか、亡くなった人とこれからどう接していけばいいんだろうか。普段はね、死とは無関係に生活していたとしても、自分の死がいつ訪れるのか誰にも分かりません。でも死があるからこそ、どう生きるのかが問われます。答えは人によってそれぞれ違います。正解もありません。自分にとっての答えを見つけることが大切なんです。大切な人が自らの死を通して、死の短さを教えてくれたのであれば、残された私たちはどう生きるのか、そこを考えなければならないと思います。死を意識するようになると、目先のことではなくて、人生というレベルで物事を見るようになります。そうなった時に、人生において大切なことに気づくことも多いもんです。生きる意味とは何なのかを考えてみることはとっても大切なことですよね。命は永遠でないから、一生懸命今を生きるんです。死によって肉体はなくなりますけれども、魂はずっと生き続けます。それを実際に感じる人もいれば、逆にね、信じられない人もいるでしょう。ちゃんと見守ってくれているものというふうにね、私は信じたいと思います。目に見えるものよりも見えないものの方が大切なものがたくさんありますよ。私たちの存在もそうだと思うんですよね。ただ単に命をいただいて、ただ単に毎日の生活を過ごしていくんじゃなくて、ご先祖様からつないでいただいたその命のバトンをいただいて、私たちはこうして今生かさせていただいて、このことを考えた時に、その愛する亡き人との向き合い方、懐かしい思い出をね、思い出話をしている時にね、ありし日の姿が脳裏に浮かぶわけですよ。その時にね、ありがとうっていう思いを込めてね、心からの感謝の思いで手を合わせることができるんではないかなというふうにも思います。今はこのね、私たちの肉眼では見えないんですけれども、いつも一緒にこのそばにいてくれると思うことでね、今を生きる力にね、変えていくことができるんじゃないかなというふうにも思っております。とはいえね、悲しみを抑えてね、頑張りすぎるとね、心は壊れてしまうと思いますので、泣きたい時は思いっきり泣きましょう。辛いのはね、これ当たり前のことなんで、きちんとね、自分をいたわって癒してあげることも大切なことです。
愛する人の死をね、受け止めることはとっても辛いことです。でもね、死別に限らずどんな悲しい出来事でもその事実をきちんと受け止めることなんですよね。受け止めるところから次の一歩が踏み出せるんだと思います。そしてね、これ大事なところです。死別を受け止めた時から亡くなった人との新たな関係が始まります。むしろ亡くなった人がいつもね、そばにいてくれることを信じて共に生きていけるんです。それはね、生きていた時よりもね、もっと身近な存在になったとね、言えるんじゃないでしょうかね。そして最後に、亡くなった人の命がね、長かろうが短かろうがね、関係ありませんよ。愛する人は自分のやるべき使命を全うしてしっかりやりきってから行かれたんだとね、そういうふうに信じてあげていただきたいと思います。そう思ってくれている私たちの心を感じて、その姿を見て、またご安心されて魂の世界から見守ってくださるんだと思います。ということで、今日はですね、愛する人との別れを通して、その後私たちはどんな生き方ができるのか、死別が残された私たち一人一人にとっての試練なのであれば、一体その出来事を通して私たちは何を学ぶべきだったんでしょうか。今日はね、そんなところを感じるままにね、シェアさせていただきました。死別の悲しみに暮れていらっしゃる方もおられると思います。どうかね、ゆっくりとね、時間をかけながら、亡き方とのね、思い出とご自分の心を抱きしめて過ごしていただければと思います。今日の動画で感じたお気持ちをですね、ぜひね、コメント欄に残していただければ幸いでございます。それではチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。